今日和語クリニックに来ました。品川にあるんですけれども、品川の駅から徒歩5、6分だね。私たちの主治医の柿山康成先生がいらっしゃいまして、電子検査、腸内フローラ検査、支援型アレルギー検査などなどたくさん日頃お世話になっております。今日はその検査をもとにですね、いろいろ皆さんにも旅になるすごい興味深い内容のお話を先生にもちょっと伺いながらご紹介できたらなと思っております。では行ってきます。行ってまいります。はい、こちら2階です。なんとこれでいいのかね、そうですね。いや、そこじゃなくて注目すべきはほら、和室になってるんですよ。畳の椅子とで床になってるんです。子供が遊べるものもあるよ。ママ、はい、はい、はい、むね君はいつもここでスリッパを出してくれます。むね君は今から採血をします。7歳にして血液型が何かちょっと検査してもらおうと思っています。今まで病院にお世話になる機会がおかげさまで少なかったもので分からなかったんですけれども、大丈夫ですかむね君。むね君どうでした？こっち見て。むね、ちっちゃい子たちほら、注射苦手な子多いからさ、むね君から大丈夫だよって言ってあげて。ほら、もうあっという間でしょ。むね君のうち今ほら立ってもらって抜くよ。ほら、終わっちゃった。あっという間。さあ、むね君どうですか？人生で今採血実は3回目ぐらいかもしれないよ。で、ちっちゃい時だから覚えてなかったでしょ。今やっとこれだけちゃんといろいろ認識した中で採血わかるんだ。そう。ねえねえ、針刺した感想教えて。うん、最初はやっぱ痛いんだけど、うん、でもね、それから全然痛くない。本当？抜くときも全然平気ですか？うん、抜くときは結構早いからだよ。すごいじゃん、むね君。今も全然痛くないの。さっきの方が痛かった。本当？とのことなんで、お医者さん嫌いな注射苦手な子たち、むね君こんな感じなんで、みんなも頑張ってね。はい。エールを送りたいと思います。おお。下ボタンです。お、どうぞ。いきます。せーの。それで、ね、エールなの？あれ、音楽ないんですか？皆さん、ご自由に好きな音楽をかけてお楽しみください。最後に僕からも恥ずかしいんだけど、うん、恥ずかしい。みんなでそれをさ、外で言っちゃいけないんじゃないの？家の中で言うことじゃないの、それって。ブレック外で踊ってて、ね、確かに解除になったとはいえね、それはさ、家の中で言わないとあんまり説得力がないような気がしますね。でも仕事終わりで腹ペコでね、緊急でこうお店には来たものの、もういいですか？気済みましたか？いつ終わるんですか？マスクは必要。それもマスクしていってくださいよ。今ご飯中だから撮ってますけど。はい。みんなで。お家よ。はい。じゃあ帰ろう、お家に。はい、パチパチパチ。どうくれたでしょうか？今からもう感謝いたします。